富田大地です。僕はこの間ポップアップイベントをやったエンリックさんっていうところが1周年 の記念イベントやってみたいで遊びに行こうかなと思います。エンリックさん走っていきます。よろしくお願いします。お客様どうですか？あ、バッチリです。お疲れ様です。お、めちゃめちゃかっこいい。似合うね、はい、このファッションね。あとうちちょっと言い忘れちゃったんですけど、はい、一回試着してもらうと全部買い取りになっちゃう。上のシャツだけどこれ12万ぐらい。何ですか？体型でじゃあちょっとまあ20ちょいちょいですけどぴったり安くしてもらって20万でいいですか？預かって。ありがとうございました。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。はい、富田大地です。今日は健介さんとコラボです。よろしくお願いします。お願いします。健介さんの方のチャンネルでもやってるんですけど、そっちではちょっとスパーリングをやらせてもらって、こっちのメインはミットを持ってもらって、でその後にちょっと首相撲を強化してもらおうかなと。おお、はい、そうだね、ブレイキングダウンの首相撲あるからね。あるんですか、一応。僕、やったことなくて。やったことないの？やったことないです。首相撲の展開持ってったら、なんかごちゃごちゃするのが嫌なんで、なるべくそこに入んないの。ああ、それ、そのスピードあるからいいけどね。じゃあ、富澤大地に勝つ方法。首相撲。よし。やってもらいます。じゃあ、佐藤さん。首技、膝だの分かってるんだよね。言ってないよ。
あ、これ首輪つけるんですか。グローブは。あ、なしでいいですよ。ありがとうございます。ラスト1分半。ラスト1分。負けたらローキックね。ローキックですか。何を持って負けますか。レフリー2人いる。え、はい、今のところ負けてるっす。今のところ負けてる。そう、手入れて、富澤さん手入れて、手入れて。うわっ、うわっ、あー、まだ。では、ジムで健之助さんとスパーリングとか首相撲の指導とかを、ね、してもらって、焼肉にちょっと来てます。もうほとんど食い終わっちゃったんですけど、食べ終わりましたね。はい、健之助さんと少し最後対談していきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。大丈夫ですか。酔ってないですか。大丈夫。絶対酔ってるじゃないですか。まあ、ずっとね、俺が焼肉焼かされて、はい、はい、今に至ります。はい、いやでも本当僕なんか驚いたのが、うん、あんまり僕結構目上の人と行くときやっぱ基本的に、うん、焼くようにやっぱ教わってたんで。そうなんだ、俺焼肉焼かせないから人に。あ、それは焼いてほしくないとか。うん、焼いてほしくないんだよね。ああ、俺がやった方が手際がいい。なんかこういうのあれなんですけど、焼けるの焼肉。焼けますね。やっぱ楽でしたね。
その楽でしょ、どこその気を使わないで済むというか、うん、やっぱ基本的にこう焼いて、うん、この上の人にこう寄ってみたいな感じじゃないですか、うん、それをしなくてよかったんですごい楽でした。あ、焼いてもらったからね。焼いてもらったんで、ありがとうございます。ケイノスケさんも地元僕一緒なんで、うん、本当にもうずっと知ってて、ケイノスケさんがアウトサイダー入ったのって何年前ぐらいですか。いや、もう覚えてないですね。始まりがいつよ、あれ。ケイノスケさんが初代ですもんね。そうですね。そうですよね、うん、アウトサイダーって僕のイメージだと正直ブレイキングダウンよりも治安悪いイメージの方が全然強いんですけど。そうだね。どうだったんですか。でも映像に残るか残んないかだよね、うん、だから本当に治安悪い部分は映像には残らないもんね。なんで圭之介さんはそのアウトサイダー参戦しようと思ったんですか。前田明が全国の不良たちを集まれって言ってたから。その時はじゃあ格闘技やってたんですか。ブラジリアン柔術をやってましたね。打撃はじゃあ打撃はその頃は最初はやってないかな。練習とかってどうしてたんですか。柔術のサークルがあって、はい、それで堀越先生っていう先生の下で柔術を学んでて、その打撃はいろんなところに俺が練習行って、はい、圭之介さんでも、うん、やられて覚えるみたいな時代があったんですか。やられて覚える時代でしかないですね、僕の時代は。はい、泣いてましたよ毎日。あの格闘技ってやっぱそういうのありますよね。格闘技はね、昭和の時代を受け継ぐんじゃないですか、指導は。圭之介さんって格闘技を通して構成していくような、うん、まあ、それを通して何か気づいてほしいみたいなことをこう思ってる方なのかな。いや、僕がそうでしたからね、はい、僕格闘技に出会ってなかったら今もうどうしてるか分かんないです。結構ブレイキングダウンが今逮捕者だったらちょっと出ちゃって。いや、ちょっと俺はあんまり面白くないですね、あれ。ああいうニュースはブレイキングダウンの名前があって、はい、朝倉未来の名前があって、その名前でみんな活躍できてるのに、はい、それをもう自分の名前だけで活躍できてると勘違いしちゃって、要はブレイキングダウンに迷惑かけてるじゃん。そうですね、うん、あれはちょっと俺は、はいはい、面白くないですね、うん、ブレイキングダウンの名前がでかいから、はい、ああやってマスコミとかもブレイキングダウン出場者逮捕みたいにしちゃってさ。圭之介さんがアウトサイダーの時とかって相当チヤホヤされるわけじゃないですか。富澤くんまで6人2期の話をさせるつもりで。いやいや、そんな6人2期の話聞いていいんですか。聞かなくていいわ。あれ萩原さんが勝手に言ってることだから。萩原さんはもうアウトサイダーの時からずっと仲良かったんですか。そうですね、萩原さんにはもうずっと仲良くしてもらってますね。あいつマジな男なんで。ああ、うん、いやでもかっこいいですね、うん、誰から見てもかっこいいですね、うん、アウトサイダーの方々がブレイキングが来た時って、うん、知ってた年代の人って多分めちゃくちゃ湧いたと思ってて、圭之介さん来るんだみたいな。なんであの時ブレイキングダウン出ようって決めたんですか。最初朝倉 CEO から連絡があって、あの時は CEO じゃないか、まあいろんな人との出会いがあってですね。あれでも間違いなく本当に爆発しましたよね、うん、ブレイキングダウンの時に爆発したっていうか、まあ昔そのアウトサイダー出てた時とかに応援してくれた人たちがまあ嬉しかったんじゃないかな。お、 まだお前はおっさんなのに頑張れるんだみたいな、はい、そういうのあるよね。ある、うん、ね、40アラフォーとかが見てて、はい、なんか勇気をもらえる的な。ああ、そうですよね。まだまだ子供たちには分かりませんよ、富澤くん。失礼なんですけど、健之介さん今おいくつ。41になりましたね。あ、そうなんですね。昨日届いて41です。あ、おめでとうございます、はい、あの、動画外でこう、健之介さんとかアウトサイダーの方々みたいに構成していく人間が成り上がっていくストーリーを見たいですよね。あ、俺もそれが見たいね。はい、健之介さんまだ現役でやられるんですか。現役じゃないよね、もう今はもうほぼ。じゃ次とかの予定はあるんですか。ないです、ないです。あ、全くないんですね、はい、なんかまた連絡があれば。あ、はい、たまに朝倉さんとか溝口さんがね、はい、面白い話持ってきてくれるんで。あ、はい、中学生ぐらいからやっぱしてたんで、圭之介さんのこと。今日ちょっと練習しかり焼肉もご一緒させていただいても本当光栄でした。ありがとうございます。そうだな、光栄に思ってくれよ。これからの時代は富澤ですよ。ありがとうございます、頑張ります。でも本当なんか僕も地元好きなんで、すごい地元から応援されたいなってありますね、はい、僕にとってもすごい嬉しい時間でした。本当にありがとうございます。
これであの僕の方のチャンネル終わりにするんですけど。早いね。いいよ、はい、いやでももうこの2時間で僕だいぶ聞いちゃってるんですよ、健之介さんに。そうだね。あの健之介ちゃんの健之介もう聞いちゃってるわ。あ、いいね、いいね。健之介さんのチャンネルで健之介ちゃんのね、はい、あのチャンネルでコラボしてるので、はい、よければぜひそっちもチェックお願いします、はい、今のとこ絶対修正すんなよ編集マン健之介ちゃんのってちゃんと入れてよ、うん、はい、申し訳ないです。はい、じゃあこれで終わりします。ありがとうございました。